ってきた帰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 ってきたよ。帰ってきた。おはようございます。やばいっす。やばいやばい、ちょっと待ってやばいっすか。いや俺久々にやばいマジで。いや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 、ちょっと、ね、ちょっとこれはこれね、はい、ベッドに入れ損なったらどうしようと思ったもん。そんなにっすか。いやそんなにっす、そんなにっす、ちょっとそんなにっす。まあまあ事件級っすか。俺の中ではまあまあ事件級っす。うわこれでもマジで世界記録やったらどうしますこれ。いやいやだから4本のライン以下の IGFA の記録では絶対世界記録。絶対世界記録。ちょっと待ってこれっていくつよだって。一応調べたらごめんなさい、調べたのにもう調べたことも忘れるぐらい今ちょっとテンション上がってますねこれ。4キロぐらいでしょ多分。なんかまあまあ5キロとかなんかそんなでしょ。今の話聞いてる JGFA のところだともう完全に日本記録か日本記録です。あそんな世界記録かどうかみたいな話。ちょっとこれちょっと釣ったやっちゃいました。やっちゃったやっちゃった。もう僕もちょっと何日今日6月5月の31。やばい、もう明日僕誕生日やでこれ。あ、おめでとう。自己紹介。魚出てくる前に誰かあんた誰やねんみたいないるやん絶対。まあ開発の北村です。ジャッカルの開発チームの北村ですと。そう俺朝一人で行くの嫌だから、はい、連れてったわけですね。連れてったんですよ。いや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 っていうか加藤さん帰ってきたのいつでしたっけ。おととい帰ってきてもうすでにだいぶ、まあ、昨日も僕加藤さんバス釣るとこ見ましたけど。ああそう、あの後もまだ釣ってで、はい、今日も一発、はい、朝一発目多分6超えてたと思うんだけど、はい、それ針折れて6キロってことですね。6キロじゃないです、6丸です。あ6丸、はい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 。で、はい、その針折れて、はい、ああって言って、はい、でもいいやかけたからとかって、はい、と次に北村さんがかけたわけですね。それをキャッチしてしまって今ここにいるわけですね。はい、でその後2本に移ってきたんですよ。その後2本。これもねまあまあ魚なんですよ。これは落とすから。これ可愛いよ。これ可愛いの。可愛くないよ。これ可愛いの。十分でかい。いや戻します。はい。そして次が。おっとワッチ。可愛いのこれ。ちょっと待ってこれも60ありますよね。まあ60近い魚。60あるかどうかわかんないよ。60近い魚。これでも可愛い感じですよ。ちょっと待ってこれが可愛く思えると思う俺は。マジで。うんこれ見たら。見る。まずどうしようカメラどう。まだ僕だけちょっと一回もう。あ僕だけ覗いてみた。ちらっと見てカメラ。うわやばこれ。これやばいっしょ。やばこれ。ちょっと待って。取ってこれだよ。あでっか。取るで出したらいいですか。じゃあ僕一回閉めてします。ああやばかった今。これやばかった。これやばいよ。今やばかったです。だいぶやばかった今。やばいでしょ。ちょ待ってこれ北村さん。僕の、うん、これの前の記録。はいはい。もう同じ釣りで会長に連れてってもらった。あそうなんや。それが62、3ぐらいだった。62、3のそれはウエイトどれぐらいだった。上高くない。3500円。あ、62、3がその前の自己記録で、今これ長さは測ったの？測ってないです。長さも測ってない。もう余裕でもう超えてる。飛び級しちゃった。飛び級。小学生から大学行っちゃったみたいな感じ。ちょ待ってやばいこれどうしよう。長さは今ね重さは用意できてるんですけど。長さないんですかこれメジャー。ないし。だから俺いつもないんですよ。基本ないですもんね。基本ないですよ。俺魚釣れればいいだけの人なんで。そうですね。ちょっと待ってください。測れますよ。長さを用意します。ちょっと一回ちょっと一回待ってください。長さを測る準備をします。いやだって俺が本気ででかいと思ったっていうかもうね、その僕目覚ましのアラームかと思ったんですよ。でも名前見たら加藤さんやと思って、なんかあったんかなと思って、まあなんかあったんですけどね。なんかあるでしょ。よいしょ。はい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 。これを出てくるよ。落としたらあかんで、ほんま頼むで、それだけは。落としたらあかんし、顎も外したらあかんし、外れないように丁寧にね、丁寧にね。おい、ちょっと待って、これ持てるかな。え、男の子やからね、持てるでしょ。ちょっとおいおい、ちょっとゆっくり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 。でっかい口でっか。うわうわうわ、でっかでっか、あ、でかいわ。今ちょうどゼロ確認、ゼロ確認、はい、ゼロ、はい、ゼロ確認、はい、ゼロ確認。これ6キロはあるでしょ、余裕で。あ、ないあ、ないんだ。5610です。なんだ。ちょっと待って、口合わせましょう。口、はあ、もうちょい後ろ、後ろです。あそこ、そこゼロだね。そこゼロやね。はい、これゼロです。ゼロきました。はい、ゼロからビュー。うわ、メジャーはみ出てはみ出て、そうか、66センチねえ、66センチ、66センチ、ありがとうございます。5610グラムです。そして世界記録でしょう。世界記録ですね。2.5ポンド。2.5ポンドの一回これ中確認やね。確認中。記録確認中。66センチの IGFA。66センチの5610グラム。IGFA ルールだ。ちなみにJGFA。うん。JGFA の記録では、ラインクラス2ポンド、4ポンド、6ポンド、8、あ、6ポンド、あ、タイ記録これ。4ポンドだよ。ってなると、4ポンド以下ってなると、ここですね。4ポンド以下は5800。あ、負けてんじゃん。2.5 ポンドだと。いや、2.5 ポンドはない。4ポンド以下しかない。4ポンド以下。ごめんね。ギリ世界記録。いや、じゃあ JGFA 記録もいってないってこと？ JGFA 記録もいってないですね。いってないんだ。4ポンド、まあ 2.5 ポンドこっちね。2.5 ポンドで記録は4ポンド。なんで4ポンド以下の記録。4ポンド以下の記録だとあと300グラム足んなかったってことね。5800対5610なんで200グラム足んない。190グラム？え、違うな。800？5800ジャスト？800ジャストですよ。ジャスト。190グラム足んないんだ。なんだ、朝叩き起こしたのに。いやいや。ルアーも見せてもいいんですけど。はい。なんか見せられない。いやもう本当に。あ、語れない技がある。いや技は語っても多分なかなかすぐにできないんですよ。これ。はい。技は。はい。でどうも見せても別に全然問題ないんですよ、はい、みんなでやればいいと思うんですけど、はい、見ます。でも、はい、だいぶみんながやってる普段の釣りとはかけ離れてますよ。だからまあ釣れるんでしょうけどね。だから釣れるんですけど、はい、でそれをだから見たいっていうことなんですけど、ね、そういうことなんですね。はいや、いいですよ、見せてあげてください。いいですか、見たいです。あ、持ってきますか。これあ、もうワームもついちゃってますやん。これワームは、はい、アイシャッドのダークサンダークリアシルバー、アイシャッド 3.8 のこれで釣れたわけですか。これです。はい、これのダークサンダークリアシルバー、ダークサンダークリアシルバー、色はね、そう、はいで、はい、もうそんなに言ってしまって大丈夫なんですか。いやいや、もうその色しか釣れへんから。ちょそういうのやめましょう、そういうの。いやいやいや、もうこの時期のこの釣りはこれしからないから。いや、他の色でやっこんこと言ったらもうジャッカルにめっちゃ怒られますよ。その色しか釣れへんとか言ったら、いやいやいや、だって今この瞬間はその色しか釣れへん。いや他の色はじゃあ試してみてよ。他の色はみんなで試してもらうけど、うん、加藤さんの好みはそうダークサンダークリアシルバーです。ビッグバスの好みはダークサンダー琵琶湖のこの時期のでっかい魚を釣るんだったら、はい、ダークサンダークリアシルバーが一番いいと思います。もうこんなことをカメラの前で喋ったらもうジャッカルからもうめちゃめちゃ怒られる。それしか売れなくなるとか言われて、いいじゃんそればっかり作ればいいんだから。なるほど、はい、まあ、会長が良ければいや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 、あのね、本当のこと言わないとやっぱ、まあ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 本当のことですよ。本当のことはい。で糸がめっちゃ細いわけですよね。そう、糸がめっちゃ細いんだよ、はい、めっちゃ細くて、これが本来普通の人がなかなかできない難しいとこなんだよ。もうピーとかなく、もうこれ投資です。投資で 2.5 ポンド。2.5 ポンド。はあ、めちゃくちゃ細いですよね。これは細いんだよ。はい。でもずっといろいろ試した結果、はい、でっかいのが取れるギリギリの太さで、はい、でっかいのが取れるだけの飛距離が出て、ああ、はい。そう、飛距離がないとダメなんだよ。結局その魚との距離感が、はい、アイシャット入れて。こう巻き出して魚がついて食うまでに、はい、まあ 5m から 10m いるじゃん、はい、5m から 10m プラス 15m 欲しいんだよ。お感じ的には、はい、25m 投げれるっていうと、これが3ポンドとか4ポンドになると 20m になったりとか、はい、ちょっと足りないんですよ。じゃあでもリールのドラグ性能であるとか、そうそうそう、ロッドのそのちゃんとロッドがね、ラインブレイクするようなロッドじゃダメだったんですよね。そう、だから柔らかいウルトラライトじゃないとダメ。一応ロッドの番点も教えてもらっていいですか。64UL ですね。これはだからアルティマの、まあグロリアスなんでもいいんだけど、64UL アルティマかグロリアスの 64UL がいいを使う。 UL じゃないと逆にダメぐらいの切れる。はあ。で針もだからデスロックの2番か1番、本当は3番でやりたいんだけど、はい、軽いマス張りってことですね。そう、でも3番でやると、はい、折れんだよね、噛んで。ああ、はい、針が、はい、で、まあ2番か1番だと折れずにくる。もうでも極限の世界ってことですね。そう、これ極限だと思う。でも極限の世界をついていくと60はっていうか、それ以上の魚がコンスタントに、うん、いや下手したら毎日釣れる。うん、多分この時期だけ。この時期っていうのはつまりいつまで続くんですか。5月の毎年のことだけど5月の20日から、6月の20日までの間。ああ、梅雨が始まるまでぐらいな感じですかね、うん、5月の20から6月の20。はあ、これはもう、うん、55でよければもう本当に普通に釣れる。55は普通、さっきのだからあれね、はい、あれは普通で、60となると60までは普通に釣れる。だから今日の66が俺はまあ珍しいっていうか、もっとあると思うんだね。6キロとか7キロあると思ったから、はい、久々にでかいのが出たから、なるほど、叩き起こしたわけですよ。あ、僕が叩き起こしたわけですいやいやいや、十分なんか叩き起こされてね、いいネタが取れましたけどね。そう、優しいでしょこれ。60釣れる。今60が釣れるルアー500円で売ってるんですよ。赤パッケやから、そうね、500円ですもんねこれ。そうはあ、でしかもカラーまでもうこれ指定ですから、ダークサンダークリアシルバーというカラーのアイシャット 3.8 これで、使い方をちょっとじゃあ軽く。IG ですよ。 IG 引き IG でウェイトとか入れないんですか。ウェイトは、入れた方が安定するんだけど、はい、技術を極めた場合は、はい、入れない方が釣れます。うわ、すごっ。それも散々やった結果、匠の技を持ってすれば、そのままアイシャットをつけるのが最も釣れるってことです。釣れるっすね。いやだからごめん、本当難しいよ。いや、全然いいですよ。難しくても60釣れるんだったら、難しいけど、はい、できればそれが釣れる。一番釣れるな、それはな。はい、その技術を継承してしまったってことですね。3年かかりました。3年かかった、はい、そうだ。最初のうちは、はい、救いに来てネット係でずっと加藤さんの釣りを見ていて、でいやネット係じゃないよ。だから一緒に行くじゃん、はい、教えんじゃん、はい、するじゃん、はい、でやっていいよって言って やるじゃん、はい、でもやっても俺しか釣れないんだよ。ああ、もうじゃあもうだからもう真似しても誰も釣れないんですね。同じとこで真似しても釣れないんだよ、はい、釣れないんだけど、でもあそれは違うあれは違うとか言って、はい、教えて、はい、で巻き方も横でも早いとか遅いとか言って教えて、はい、3年経ったら釣れるようになって、あんなでかいのがかかったっていうだけの話。ああ、じゃあもういいっすね。この師匠からしてみたら弟子がちゃんとね、技術身につけたなみたいな。そうそう。でも3年半だよね。若い子でも3年半だよね。ああ、まあでもね、北村といえばジャッカの中でやっぱ愛知マスターみたいなイメージがあるもんね。クリアレイク大好き、リザーバーの釣り。そうね。ね、トーナメント経験もありますからね。スフロで散々やってますからね。スフロで散々やっててもでも、はい、真似できないんですよ。すぐには。はあ、だからそういう特殊な世界がある。バスフィッシングにあると。ある。びっくりする。奥が深くて。なるほど。一投だけ投げて巻いてもらっていいですか、ここで。その技を見て、それで終わりましょう、今日は。はい、あとはもうこれも今日取って出しなんで、まっすぐ刺して結局、はい、刺すやん。でこのワームのさ、ワームのこの直線の延長線上と、はい、この位置が高さが同じぐらいじゃないとこうなんだよ。またなるほど。で要はこうなる、こう例えばこう下へ入ってると、あ下になってますね。そうするとバスのプラグでいうと I が下に行ってるのと一緒で。はい、上行ってるとバスのプラグで行くと愛が上にあるのと一緒だから、はい、まっすぐ来ないんですよ。なるほど。そのセッティングもちゃんとできるようにならないと釣れないんですよ。究極の釣りいいですね。ちょっと一回下でこう投げて、でこんな感じ。竿は立てんにゃ。竿は立てない。立てないとダメ。立ててこの速度で I 字引き、一定リズムで I 字引き。ちなみにリールはバンキッシュ C2000 の SHG というリール、ハイギアですね。はあ、ちょっと待って、糸をこうピタッと置いて、糸、あ、これか、これ痛いね。こんな感じやね。だからもう微動だにしてないわ、水面を手前に来る糸が。水面直下こんななんだよ。水面直下もう1センチぐらいを、そうそう、そんな感じをこうしてると、だからもうフワッて。へえ。